やーハロー、どうもこんばんは、アニメリアク職人ことマジラニ芸人ハマです。はい、現在4月26日火曜日の午前3時45分ですね。はい、先ほどヒーラーガールの4話、見終えてアップロード終えましたけども、ちょっと最初が超小声ですいません。全然聞き取れないですね。自分でも聞いてみましたけど、ほんま申し訳ありませんでした。はい、ちょっとね、この小声との戦いまだまだ続くと思いますけどもね、ぜひ見守っていただければと思います。はい、ということで、ね、ここから本月の下克上、3期、3話ですね、29話いきたいと思います。じゃあ簡単に自己紹介。僕はマジラジオ芸人ハマーと言います。一生瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界有数の技の持ち主、この本の著者です。で、普段はね、主に子供たちの前でやればできる諦めないこれを伝えてパフォーマンスしてますが、現在コロナでね、全く仕事がなくて、今日で9連休かな。ですので、今ね、このアニメリアクションを通じてそれをね、皆さんに感じ取っていただくべく頑張ってますので、ぜひ応援お願いします。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィール、すべて説明文にあるんで、ぜひ見てください。過去のアニメリアクション動画は再生リストに作品別にまとめてあります。はい、今年の9月頃のでかい発表があると思うんでね、お楽しみに。では行きます。ニアリムストアです。3、2、1、スタート。そうね、幼女になれ言われて無理ですってね、目がね。10歳を過ぎたらもう知らんぞと。このインク協会の会長のボルフね、腹立つわ。でも、できる限り声は出していきますんでね、ちょっとほんまにこの環境でね、ちょっとアニメのリアクションやるのはほんまに不可能をね、感じますけども、一応精一杯やってるんで、ちょっとそこ、ご了承いただければ助かりますんで、よろしくお願いします。前回がね、ちょっと完全に理解できてないんですけども、まあ、どうやらその、ボルフのおかげで、マインの、まあ、家族にまでね、危険が及ぶという話やったんで、カルスジェットの養女になれっていうね、ことを言われたんですよね。奉納式と春の訪れ。お、ダムエルやん。指揮講座は資材になったもんね。いや、下級貴族なんよね。失礼なことを聞くな、デリアは。あ、神殿教室ね。所持版ね、各自の版ね。
おお、そうか、図書室行けんかったもんね、前回。本を借りるシステムやね。お、ギュンターとも。また心電図とつながってんのね。ちょっとゼリーはまだ信用ならんな、これ。久々に顔合わせやな、新店長と。フェイトの聖杯みたいな。収穫量が決まると。ライデンシャフト。バイオルテーバーガーデンの街の名前ね、ライデンシャフト。聖杯ってあんないっぱいあんのね。奉納式って1回だけじゃないのね。
ゃ怪しいぞこれ。めっちゃ多いやん。新店長何を狙ってんのこれ。あれ、この国の成人式って16歳やったっけ。あれ、OAD でやったな。OAD でやったかな。ダームエルが匂いやばいみたいな、下町の。あ、ヨハンやったっけか。あ、カツジやったっけか、これ。金属、何だっけ、カツジやったっけか。寝ただけ、興奮しすぎて。グーテンベルク、これほんまにいるんでしょうね。
前に貴族が近づかせへんためか。そろそろつらいね、これは。そうだっけ、婚約も解消されたんか。自分にも言われてるみたいと。
風ごとやらとあるか個人の コルストット誰やこれ、なんやこいつは。プシッと泣いてみろ。キャストの早っ。記念式、あ、記念式はこういう時間、ということで、終わりました。まずはその奉納式というのは1回で終わると思ってましたわ。まず聖杯の中に魔力をね、貯めるってことやけど、マインしかできないのね、その神官長曰く。でその神殿長が悩ん、領主がこれに魔力を貯めてくれって言ってるからみたいな、あれなんや一体、非常に気になる展開ですね。でまあ、とりあえず今回はダームエルが、今度こそ、マインの護衛を務めるということですね。でまあ、図書室に行けて、まあ、喜んでるマイン、ちょっと良かったですけども、まあ、その後にその奉納式があり、で今度は下町かな、ダームエルと一緒に行って、ついにあのヨハンが、あれ金属活人やったかな、確か前頼んでた、あれを作ったと。で今度はあれを使っての活版印刷機を、作るという流れですよね。やけど、その魔力量が強すぎるから危険と判断されれば処分、これされへんパターンもあんのかな、やけどまあその諸々を解決するには
カルステッドの養女になるしかないと。まあエーファーちょっとまあね、速攻で理解したけど、あれはほんまに本音なのかな。なんか裏でめっちゃ泣いてそうな気がする。まあギュンターもね、しぶしぶ承知した感じやったけど。なんか、ちょっとその別れのシーンを考えると、すでに切ないな。今前8歳やったかな。私あと2年後とか、まあ1年、数ヶ月後とかにね、その別れが来るかと思うと、ちょっとまあ、すでに切ないかな。記念式はちょっとごめんなさい、よく分かってませんでした。記念式で何やったっけ。まあそこの同行者として、なんか、2人増えたって言ったかな。カルステットと、何やあの青い髪のやつね。お前、プヒッと泣いてみろって。また平民をちょっと舐め腐った貴族なんかな。誰かは知らんけど、あれ。で、まあ、ちょっとあの、ダームエルに対してね、その、神殿長じゃないわ、神官長、フェルディナンドが言ったセリフ、ちょっと自分にも言われてるみたいで、ちょっとね、ぐさぐさ来ました、今回は。はい。ということで、次回がその記念式。記念式で何やったっけ、まあ、ちょっと調べときます。はい。以上、本月の下克上。3期3話、括弧29話でした。よかったらチャンネル登録や高評価をぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、まあ昨日ちょっとね、一日病んでしまいましたけども、あの昨日の生配信でなんとか復活しましたんでね、皆様には感謝しかないということで、ちょっと今回からもう感謝を忘れてました、僕は。皆さんにね、このご視聴いただいた皆様にね、感謝を忘れないためにも、ちょっとね、鉢巻き変えました。で、まぁ、ちょっとあの、声に関してはね、もうどうしようもないんで、ここだけは、なんとかご了承いただけるようにね、お願いいたします。はい、ということでですね、僕は、マジライド芸人ハマーと言いますんでね、よかったら、僕の本場の姿を見ていただきたいので、過去のパフォーマンス動画というところをね、ちょっとポチッと押していただいて、一個でもいいんでね、ぜひ動画を見ていただければありがたいかなと。そしてね、いつの日か皆さんにはショーを見に来てほしいと思ってますんで、説明文にね、もう細かいこと書いてるんで、ぜひね、僕のことを知っていただければなと思っております。はい。で、ちょっと今週からね、7本減らしますんでね、はい。まあ、ちょっとまた気分新たに、頑張っていこうと思いますんでね、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。はい。以上、アニメリアク職人ことマジラジョギリハマでした。どうもありがとうございました。